どうも、孤独です。今日はね、天気もいいんで紅葉の撮影をしております。まず一発目に高松の池を撮ってきまして、ここは岩手大学はちょっとまだね、紅葉色づき早いんですけどもね、ちょっといい色塩梅の見繕って撮ってみました。で、これから第3弾で岩手公園を撮ろうと思ってるんですが、その前にね、お腹減りました。腹ペコでございます。ということでね、岩手公園に行きながら、いい塩梅のね、まあ色づきはどうかわかんないですけどね、お店を見つけて、昼飯を食べていきたいなと思います。それでは行ってまいりましょう。僕が頼んだのが肉野菜炒めでございます。肉が柔らかい。家庭で作るものとは訳が違います。こういう老舗の町中華っていいですよね。お店の歴史を想像しながら食べるのがいいです。こちらのお店はこの地で何年営業されているのでしょう。私が盛岡に来た32年前にはすでに営業されておられました。それにしても次から次へとお客さんがやってこられます。これが老舗の力ってもんなんですね。最近のあやつの影響も何のそのです。皆さん美味しい中華を頬張っておられます。今日はこれから岩手公園に行って紅葉を楽しみます。ノラちゃんがいれば最高ですね。撮影の合間に食べる町中華の肉野菜、ほんのひとときの幸せを運んでくれます。
撮影することが仕事ではありませんが、これから気合を入れるにはもってこいのメニューではないでしょうか。いいですね、いいですね。町中華っていいですよね。昔から変わらぬ感じが何とも言えないんですよね。最近は特に若い方々からも脚光を浴びてまいりました。皆さん昔ながらの雰囲気を楽しみたいのでしょうね。どこか落ち着く何とも言える空間で食事を楽しみたいのでしょうね。肉野菜炒めも終盤戦へと突入いたしました。しっかりと食べてデザートを楽しめるってのがいいですね。ちょっとした気遣いがこのお店の人気を長年支えてこられたのではないでしょうか。盛岡市民に愛される町中華、仕事で来られたサラリーマンの方々に幸せを与える町中華。